って本当に、ね、川だったり海だったり本当に水が綺麗なのですごく癒されますね。はい、お鳥透明度が高くてキラキラしてましたよね。はい、とても綺麗な水がたくさん溢れる和歌山なのでぜひ、はい、皆様お越しいただきたいと思います。そして今年から和歌山県が力を入れているのがサイクリングです。はい、サイクリングを通して和歌山の豊かな自然や文化に触れて楽しんでもらおうと県内に総延長 800km のサイクリングロードを整備いたしました。はい、紀伊半島沿岸の絶景を走る海のルート、平坦な区間が続く初心者におすすめの紀の川沿いの川のルート、そして霊峰高野山などを巡る山のルートなど各ルートそれぞれに和歌山の魅力を感じていただくことができます。はい、山本さんも実はサイクリングされたことがあると。はい、あります。それいかがでしたか、回ってみて。私はラジオの企画でやらせていただいたんですけど、はい、串本町の潮の岬にあるボーロの芝のあたりをサイクリングしたんですけど、その潮の岬っていうのは本当に高台にあって串本町の眺めを一望できるのですごく綺麗なので、もう本当に楽しかったです。やっぱり絶景が現れてくるっていうのが和歌山のサイクリングの特徴なんですね。そうなんです。海も山もあとは空も全部綺麗なんで、はい、本当にサイクリングしながら綺麗な景色が見れて、はい、本当に素敵でした。山本さん、こんなに華奢でサイクリングされるって大変じゃないかなと思うんですけども大変でしたか？いや、でも私スポーツというか体を動かすことが好きなんで、はい、全然余裕でした。どれくらいの距離サイクリングされたんですか？結構長い距離。そうですね、でもラジオなので喋りながら恋で、はい、やりました。休憩スポットなども行かれましたか？そうですね、休憩スポットは放浪の芝にある、はい、潮の岬タワーに行って、はい、昼食マグロ丼を食べました。そうだね、はい、本当にね、海の幸美味しい。そう、美味しいです。大好き。サイクリングして汗をかいたらひとしおその美味しさがしみそうですよね。はいはい、もあるんで。そうなんですか。はい、みかんのソフトクリーム。美味しそう。そうなんですね。みかんソフト、梅ソフトなんかもね、うんうんうん、答えもあります。はい、いろんなソフトクリームもありますので、はい、そちらも楽しんでいただきたいと思います。